5月27日、立憲民主党の蓮舫参院議員が東京都知事選への出馬を表明した。同日午後、党本部で記者会見を開いた蓮舫氏は自民党政治に手を貸す小池政治を止めることが私の使命と述べ、反自民、彦小池を旗印として支援を求めていく考えを明らかにした。東京都知事選は6月20日告示。 7月7日投開票。現職の小池百合子氏はまだ出馬を表明していないものの参戦を目指す意向を固めているとされる。また、広島県秋田田市の石丸真嗣市長が出馬を表明しているほか、多くの候補者が出る見込みとなっている。堀江門子と実業家の堀江貴文氏は、同日自身の X を更新、連邦市出馬のニュース記事を引用し、 VS 連邦とかマジで泥仕合と皮肉った X では他にも都民は選びたくないけど選ばないといけない地獄の選択をまたするのか都民にとっては地獄の選択肢小池か石丸かはたまた連邦かちょっとはマシな人が出馬しなきゃダメなんだけど自民は負け続けていて及び腰になってるんだよな 二重国籍と学歴詐称か世も末やななど嘆きの声があふれている小池氏をめぐっては元側近が小池氏の学歴詐称の隠蔽工作に加担したと告発する記事を「文藝春秋」が掲載注目を集めています蓮舫氏は出馬会見でこの件に触れおそらく多くの読者が感じたような高い信憑性があるんじゃないかな という感想は抱いていますと言及選挙戦においてもこの点を攻撃するのではとみられます一方の蓮舫氏もかつて二重国籍問題が報じられています選挙広報に台湾から帰化と表記し日本の国籍を選択したとしながら実際には法的手続きをとっておらず2016年になってようやく 日本国籍の選択の宣言を行っています。7つのゼロ公約をほとんど達成できていないとして、小池都政を批判する声は日に日に大きくなっています。しかし、蓮舫氏も民主党政権下での、に位じゃ、ダメなんでしょうか。発言が問題になったり、国会議員としての印象は、ひたすら他人を批判、追及する以外にありません。週刊記者。 国会のカミツキガメとも称される蓮舫誌「X」には緑のタヌキにカミツキガメどちらも選べないとの声まで以下はネットユーザーの反応をまとめたものです二重国籍騒動ではなく二重国籍疑惑のままでは台湾国籍を本当に放棄したなら台湾の官報に掲載されるという説明が当時あったが国籍離脱の台湾官報刑事は未だ 確認されていないな疑惑解消のため蓮舫自身がその官報を提示すべきでは地方民だから都知事選のことをとやかく言う立場じゃないけど蓮舫氏の二重国籍疑惑と小池氏の学歴詐称疑惑を比較することは本質が全く違うと思いますどちらもうやむやにしたままだけどもし 蓮舫氏が二重国籍のまま国家議員に当選したままこれまでやり過ごしてきたとしたら国家的大問題です蓮舫さんいつも騒いで相手を攻撃するばかりで自らの政策を提案し議論し実践しているのを聞いたことがないですこれまで政策での実績はあるのでしょうかもちろん小池氏も同じ相手を攻撃することで自分の存在をアピールする なんちゃって政治家と言っても良いのではないでしょうかどちらの候補者も都民は求めておらず都民の求める政治とは政治家が公約を広く宣言してそれに共感する都民がいてその公約を1年2年3年と自ら採点し約束した公約がどうなったのを都民に正々堂々と説明する政治家です小池さんの公約はどうなってしまったのでしょう 2階建て電車を在来線に走らせる公約は当時とても現実的とは思えませんでしたがいつの間にか弁明もなしに知りつぼみですねこういう一つ一つが信頼を失い疑念を持たれる原因になるのだろうと思います前回彼らによって日本がリセットされた時何が起こったかよく思い出す必要があると思う日本の国益より隣国の国益を重視して 日本の信用と国際的地位は下がる一方だったことを忘れてはいけないと思いますよまして彼らの他人に厳しく自分に甘いがぶした体質は以前と少しも変わっていないように見受けられる今に始まったことではない氷山の一角これからも変わると期待する要素もほとんどないと感じる明るい希望の持てる未来のために 都民の方々は日本人が尊重されない都政になって良いのかよく考えて投票してほしいと思いますね。本当に悩んでいるならテレビによく出ているからとか笑顔で手を振ってくれたとか握手をしてくれたとかではなく候補者はたくさんいらっしゃるようですから本物を見極めて投票してください。二重国籍以外に問題なのが連邦は 立憲と共産の統一候補だということですということはもし蓮舫が都知事になってしまったら共産党の意見がどんどん取り入れられてしまうということです首都東京のトップに共産党を絡ませるなんてこんな危険なことはありません私は東京都民ですが他の候補で蓮舫に対抗できないのであれば仕方ないので 小池さんに投票します。小池さんがダメなのは分かっていますがそれでも立憲共産党の候補者を都知事にする方がはるかにリスクが高いです蓮舫は立憲民主党と共産党の二党による担ぎ出しである点を有権者はしっかり認識しておかねばならない反小池百合子の旗印だけでなくかつての武蔵野氏のように 外国人への賛成権不要を東京都全域でやることを隠れ公約として持っていないかどうか慎重に見なければならない小池百合子と蓮舫のどちらがいいかというよりどちらが実害が少ないかの視点も大切都民です確かに地獄の選択ですがこういう時こそ最悪の選択を避けるという思考法が大切と感じます それはやはり蓮舫が都知事になることが最悪批判しかできない人は何も変えられないまま東京をさらに隣国の食い物にしていくことしか浮かびません都民は今こそ論理的かつ冷静になり良くはないけど最悪ではない選択肢は何かを考えるべきです批判しかしないできないダブルスタンダードの蓮舫さんと小池玄都知事では実績に天地の開きがある コロナ騒動の中、なんだかんだ言ってもリーダーシップを発揮してきたのは、小池都知事でしょう。疑惑の動向で、実績を否定してはいけない。民主党政権で、蓮舫さんは、具体的に有益な実績を何か残してますか口先だけで責任取らずの人に、都政を振り回されてはたまりません。除血同士の対決ですね。ただ、小池都知事も、石丸市長も、 連邦議員も都知事選の具体的な政策や公約を示していないせめて具体的な政策や都民の暮らしがどうなるか分かる段階まで政策を決めてから出馬表明してほしい話が抽象的で批判しかない